はい、速稼塾の久保でございます。この短い筒、これはあの昔ビーバップハイスクールで仲間の徹さんがね持っていた三段ロッドと同じぐらいの長さなんですけども、まあ三段ロッドみたいに伸びるわけではありません。これを主にね防御に使う方かなと思いますね。方で脇差しみたいな感じです。私の場合こういう風に使いますね。こう戦いながら防御、攻撃にも使うんですけども、かなり前をつかめないと使えないですね。これは主にその向こうがね刃物を持ってきた時にこう防御する感じで使うかなってことですね。素手では抑えられないから相手の前に入って戦っていくって感じですね。でチャラチャラしてるのはこれ実はねこういう風になるんですよ。コンバーターになっていて、こうヌンチャクですね、ちっちゃめの、ちっちゃいでしょ、なかなかちっちゃいヌンチャクなんで、これはまた防御に使ったり攻撃にも使えるんですけども、ちょっと室内なんで、ね、思い切ってやりませんけども、これは結構ね私あの慣れてきました。このぐらいの小さいヌンチャクは、あの普通のレギュラーサイズのヌンチャクは結構扱いが難しくって怪我もしますんで、ラバーポジションっていうかね、あのゴムで覆ったやつで練習するんですけども、まだまだね頭とか当たったりこの肩に当たったりとかしてあざが絶えないんで、まだお見せできません。まあ、普段こうやってコンバーターで練習して、コンバーターってのはこうやってねあの棒になったり節痕になったりするやつなんですけどもね、なかなかこれもいいかなというところですね。うん、まあ、これは結構使い慣れてきましたんで、ちょっとね派手なやつをお見せできればなと思いますけども、でもちょっとお恥ずかしいんで、誰かこれ使ってる方がいらっしゃいましたらご指導よろしくお願いします。それではありがとうございます。